金城さやかは大阪府出身のモトクロスライダー。現在、アメリカのモトクロス選手権、ルーカスオイルアマプロモトクロススケジュールに挑戦中のプロモトクロスライダー。2011年にもルーカスオイルアマプロモトクロススケジュールに参戦が決定している。3歳からモトクロスを始める。1998年、MFJ モトクロス PC ライセンス取得して、 大阪を中心に、レース活動を開始。2001年、SMT シリーズキッズ 65CC クラス参戦年間シリーズチャンピオン獲得する。2002年にウエスタンチャレンジモトクロスキッズ 65CC クラス参戦0 4年間シリーズチャンピオンになる。2003年に MFJ モトクロスジュニアライセンス取得、その年の全日本モトクロス選手権。 レディースクラススポット参戦し年間ポイントラインキング24位獲得する2004年から全日本モトクロス選手権レディースクラスに本格参戦しその年の年間ポイントラインキング15位獲得する2005年ウエスタンチャレンジモトクロスオープン 85CC クラス年間ポイントラインキング1位獲得翌2006年に MFJ モトクロス NB ライゼンス取得し その年の全日本モトクロス選手権、レディースクラス年間ポイントラインキング3位獲得。さらなる挑戦をするために、モトクロスの本場アメリカへの挑戦を決意。2007年に、アメリカに渡り、ウンマウォールドミニグランプリーガールズクラススポット参戦しいきなり、ランキング3位獲得する。その後も数々のレースに出場し、好成績を残すが、2008年以降、 モータースポーツ業界の急速な落ち込みの煽りを受けスポンサー獲得に難航し、旧式のマシンで参戦する目線を強いられるが、2010年のルーカスオイルアマプロモトクロススケジュール終了後にファクトリー参戦のロックスター鈴木からニューマシンを提供される。それは日本人初アメリカンホンダファクトリーと2年契約し、チームホンダマッスルミルクの一員となった。 本格的に彼女は夢の切符を手に入れる。しかし、ルーカス・オイル・アマモト・クロス、ナショナル・チャンピオンシップ・ウィメン、S クラス参戦中、X ゲームに出場が決定する。その練習中に、ランプの着地に失敗し、両手首、右足首を折る、大怪我を負い、全治8ヶ月と診断され、そのシーズンの参戦は、絶望的となる。特に、 左手首の損傷がひどく選手生命も危ぶまれた。しかし彼女は決して諦めなかった。手術後すぐに今できるトレーニングを開始し、そして脅威の速さでレースに復帰。そして功績が認められ、オーストラリアからレースオーストラリアンスパーコスチャンピオンシップ招待される。彼女の夢が絶たれて瞬間だった。しかし、 彼女は諦めなかった。ウィメン、スクラス復活を願い、アメリカのローカル TV、クシニュースに、往年のライダーと出演をしたり、レースでは男性に混じりさらなるレベルアップを図り、40イヤーセレブレーションオブウィメン、S チャンピオンシップのレースでは、女子元クロス世界選手権で4度の優勝経験している、ミーズ、ステフィー・ライヤーとバトルの末、総合優勝を果たす。ありがとうございます。